よっしゃ、じゃあ続きいきます。なんとかね、この次も勝ってトーク大会行きたいですね。盗塁がE になった。もう一個ぐらいちょっと上げたいけどね。シャイン、ミゾットのシャイン、OK。 誰で行こうかな。久保寺か石田。久保寺だな。久保寺バントも使えるから、よし。佐藤がまた調子いいっていうのが攻めてもの救いだな、これ。さあ、神、神来た来た。神来た来た。さあ、これは、どうなんでしょうか。能力的には C、まあそこそこ強い。そこそこ強いけど、でも弱めの C じゃねえか、これ。もう早速セーフティーバント。よっしゃ、どうだ。あ、左ピッチャーだったらいいんだろうな、きっと。 OK、 チャンス、ここチャンス。ここも、ここもセーフティーバントでいきましょう。自分も生きれば儲け物みたいな。うわー、なんかすげえ送球、ボールがビューンなってますけど、すげえ。あ、勝ってる。どうしようか。流し打ち、最低でもランナーを三塁に進める。いいボールだな、おい。150キロか。いいボールだな、おい。取りました。これでツーアウト。羨ましいぜ。流し打ち。4点目取りたいね、ここ。よっしゃ。オッケー、オッケー。藤村、ナイスバッティングです。これで。久保寺君。セーフティーバントやりてえな。流し打ち、よっしゃ、入れ、くわー、惜しい惜しい、よっしゃ、うわ、うまい。サードやるな。さあ、またチャンス来たね。セーフティーバント、ランナー行けよ、ランナー行けよ。ちょっと待って、ランナー進めよう。じゃあ、ちょ、ランナーいけよ今の。しっかり第2リード取りゃいけるだろうが。これあれだね、コンピューターっていうかプログラムがもう絶対あれは三塁に行かせんぞっていう感じのあれなのかな、もう。プログラムされてんのかな、どうなんのかな。よっしゃ、来た、チャンスだ、ここ。犠牲フライ、よっしゃ、左中間へ持っていきました。よし、オッケー、三塁ランナーホームに帰ってくる。オッケー、1点入りました。オッケー、オッケー、これで3打数の1安打。犠牲フライ2か。ちょっと待って、もう一回犠牲フライいってもいいかもしれん。よっしゃ、うわ、ショートうまい。もうここ絶対スクイズです。バントの、バントの達人だからね。あ、OK、 よーし、あとはもう富田は好きに打てばいい。好きに打て、ここ。 OK、 盗塁、オッケー、よし、送りバント。うわ、絶対これ、絶対ランナー二塁にね、いればね、バントフライになるんすよ、これ。絶対フライになるの。引っ張れ、よっしゃ。くそ、くそ、やるじゃないか。あ、いいね、この常にこの攻撃ができるっていう、これはすごくいい。本当に流れを掴んでるってことだよね。
よし、さあまた行きますよ、セーフティーバント。もう敵が、いや、いいバントだ、敵が嫌になるほどね。セーフティーバント行きますから、もう犠牲フライです。いけいけいけ、よっしゃ、オッケー、ナイスバッティングだ、ナイスバッティングです。転がせ、よっしゃ、オッケー、オッケー。さあ1点取れば、1点取れば終わるよ、こう1点取れば終わります。はい、スクイズいきます。うわー、外された、マジか、外された。スクイズで終わろうかなと思ったけど外されちゃったね。くそ、まあしょうがないね。守備交代はしない、守備交代はしない、熊谷、出すとしたら並木かな、並木、うん、こいつらは出さない、ちょっと不安、総力がまだ、せめて総力 B までいってたら変えてもいいんだけど、まあ C だな、 C まで行ってたら変えてもいいんだけど、この辺でも C か、キャッチャーだもんな、うん。さあここはよし、高校チーム1年生のこれでどのぐらい上がってるんだろうか、守備、あーあー、まあ一つ、あー、まあでも悪くないな、悪くはない、うん、まあいいや、揺さぶる、くそ、いきなり打たれた、いきなり打たれたよ。さあ抑えろ、よっしゃ、ゲッツ、 OK、 ナイスゲッツ、オッケー、終わった、よし、ゲームセット、よし、2回戦突破です。この試合はまあ安定した試合運びでしたね。はい、あの自分たちのやりたい野球がねできたって感じ。よし、目標の東北大会まではとりあえず来たね。こうなると欲も出てくる、先発のね、選抜の欲も出てきます。あ、OK、 ありがとう。まあとりあえずはですね、まあ東北大会で一つ勝つこと、そこを目標にやっていこう、とりあえずは一つ勝つ、うん、はい、はい、ありがとう、オッケー、よし、選抜目指して頑張りましょう、オッケー、よーし、変更、うわー、1、うわ1ばっかだ、くっそ、1ばっかだな、計10月、なんか一つ覚えさせたい、あ、これか、うん、制球、スタミナ、どうしようかな、ミートパワー上げていくか、ミート、総力、
肩 OK。 やっぱね、やっぱ試合で勝てばさ、うん、能力の伸びがいいですよ、これ。よし、ミートパワー上げていこう。ミート、総力、パワー、総力、パワーは OK。呼吸。総力、パワー、呼吸は OK。守備力。総力、総力、OK。よし、行こう。行こう。よし、いいぞ。さあ、選抜もし行けたらね、すごく久しぶりだから、ちょっとここは狙っていきたい。とはいえ、多分ここまで来るともうどこもね、強いチームばっかだろうから、かなり苦しい試合が待ってるんじゃないかなという気はしてます。まあ頑張りましょう、楽しみましょう。 OK、 よーし、チャンスが F になった。チャンス G とかあったの、もしかして。大原、あ、特訓マスが見えてる。これでも試合で消えちゃうのかな、どうなんかな。消えなかったらいいけど、あ、消えなさそうだね。あ、消えちゃった。相手の評判は C か、雫石きた。もうここまで来たらどこやっても一緒だからね。もうとにかく自分たちの野球に徹するっていう、それしかない。足を使った攻撃、足を使ってとにかく相手の嫌がるようなことをやるような野球。よし、さあ行こう。さあ誰、久保寺、富田、小原か。久保寺、はい。いやー、佐藤ちょっと調子があまり甘い、まあ、悪くはないけど良くもないって感じ。この辺ちょっとね、 F なくしたいんだよな。あれ、久保寺をライトにした方が良かったな。まあ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 いいか。 OK、 行こう。今ここでね、ジタバタしたってしょうがないから、さあ行きましょう。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側、行こう。三塁側、先行チーム、はい、お願いします。守りに散っていきました。さあ、どんな戦いを見せてくれるのか。ああ、強いね、普通に強い、普通に強いわ。ワンアウトランナーなしという場面で久保寺、マウンド上は松本。セーフティーバント、もうこれしかない、こいつはもうこれしかないから。さあ、ボールを取る、これで2アウト、ランナーありません。お、勝ってる、勝ってます。転がせ、いやー、ボテボテ。畠山って、これヤクルトの畠山じゃない。わあ、同点だ、多分ヤクルトの畠山だよな、こいつ。まあ能力は低いけど、うん、だよね、多分天性プロ。もうひげ面の高校生ですよ。走らせるか、走らせよ。あー、ダメだ、外した、外した。転がせ、よっしゃ。さあさあ、いけいけ、出ろ出ろ。さあ、チャンスは来たね、一三塁。じゃあ流し打ち、とにかく打つ、もうこれ打つしかない、打つしかないよ。さあ粘り強く、粘り強く、うわー、ノーアウト二塁で畠山だ。
竹山来ちゃったよ。うわー、オッケー、これでワンアウトランナーは2塁変わりません。よし、ピンチヒッターは1、ここちょっと抑えたい。ノーアウトでランナー出しちゃったけど、よし、センター、よーし、足あるね。さあ、これトップバッターだから出したくないね。ここ押さえて佐藤、よっ、ショート、よっしゃ、よく押さえた。ノーアウト、うん、ノーアウト二塁をよく押さえた。うーん、これはもう引っ張る、打つしかないよね。よっしゃ、よし、オッケー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 、さあどんどん行こう。うわー、破ってくれ、破ってくれ、よっしゃ、オッケー、よし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 、任せ、任せた、よし、オッケー、あー、もう数センチ、もう数センチ、くそ、オッケーオッケー、転がせ、いやー、これはすごい、ツーアウトの俺も連打だ。でまだ6回だからね、まだまだ試合続くから、よーし、いいぞ、これ走りたいな、でも流れ止めたくない。うーん、まあこんなもんか。いや、まだ1点取られてるし、うーん、佐藤変えるか、これファイトでちょっとどうだろう、抑えられるかな。スピードはまだ出てる、スピードはまだ出てるよ、いいよし、 OK、 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 8回までいったら熊谷に変えてもいいかも。ツーアウトだからなんとか乗り切って、ここよし、方向へ持っていきましたが、取ってこれでスリーアウトチェンジ、佐藤踏ん張ってランナー、ふぅ、ちょっと力入ってきますね、これ転がせ。さあ、ツーアウトからでも点数取ろう。くそー、よっ、くそー、あっと送球それた、アウト、スリーアウトチェンジ。うわ、またランナー出す、熊谷、うわー、調子悪い、こいつだけど頑張って、もうこいつに頑張ってもらうしかない。よっしゃ、よし、取った、オッケー、よし、よくやった、富田、富田よくやった。うわー、でもこの後点数取られた話なら、さあここ頑張って抑えて、頑張って抑えて、ここよし、 OK、 大丈夫、間に合う間に合う間に合う、 OK、 よし、ファースト変えないと、もう1点取りに行きます。はい、ここはもう絶対1点取りに行きます。転がせ、さあ行け、ちょっと待って、このノースリーだから1球待て入れよ。オッケー、石田、転がすだな、もうゲッツー崩れてもいいからランナー残せ、よし、ランナー残せ、よし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 、オッケー、オッケーオッケー、あ、もうスクイズいきます、はい、絶対スクイズいきます、いけ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 、よし、オッケー、よし、この1点はちょっと大きいぞ。あと畠山サードいったか、 あそれっぽいな、うーん、転がせ、さあ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 、まだ終わらんよ、ランナー残ってるから、 OK、 熊谷引っ張れ、さあ打て打て打て、うわー、
くそー9回の表が終わって6対3先行チームリードを3点としています。まあまあまあでもまあ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 いい試合できてるよこれ。さてどうしようかな。守備交代、並木を入れよう。まあ3点差あるけどもちょっとここはね抜かりなくやっていきたい。くせ者は1打席しか使えないからね。いやーもう調子悪いから熊谷でも頑張ってほしい。ここ2点取られてもいいからアウト3つ取れ。早速だ、早速やった。ここでくせ者使います。ほんと2点取られてもいいから3アウト取れ。よし OK、 よしまず1個、まず1個ファーボーはダメよ、ファーボーデッドボールはダメよ。 OK、 いやーさあいい状況、同じ状況、同じ内野近いとこ、内野近いとこよ。外野は取るだけ、抜かれんな外野、外野取るだけ。うわー今日2本のヒット、ファーボーダメだって言っただろうが。うわーうわーかー、あのファーボー余計だわ本当。うわー、おいおいおい、よし OK、あぶなー、1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。あぶなあー、まあ何やともあれね、選抜に王手まで来ましたから、はい、なんとか頑張っていきましょう。マッサージチェア使って回復させたい。よし行こう、よし、まあまあここまで来れたのはまあよかった。ここまで来たらもう勝ちたいよ。久保寺ずっと久保寺でね、勝ててきてるから、ちょっとこのジンクスをねちょっと守っていきたい。佐藤も調子がいいしね、よし行こう。お待たせいたしました。一丸となって若松中央、会津若松か。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側若松。さあ行け。拍手に送られて、はい、お願いします。していきました。さあ2回戦プレイボールです。うわー、つえー。つえー。うわー、でもやること変わらんからな。マウンド上は富田。そう、サードもうまい、サードもうまい、チャンスは来てる、引っ張れ。こういうこういう強いチームに対しては転がしてもね、さばかれちゃうんだよな。うまいプレーで頑張ってる、頑張ってる、頑張ってるよ。セーフティー行こう、ランナーを送って自分も生きればいいみたいな。まあ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 、いいでしょいいでしょ、こいで。さあ富田しっかり転がせ、よし、スクイズいきます、スクイズ、はい、スクイズいきます、スクイズいきますけど犠牲フライの内容にもよる。わあ、じゃったら犠牲フライグ、ここ向こうも警戒してますね。うわー、それダメよ、信頼度5でしょうが。さあもう任せだ、じゃあスクイズだったか。うわー、何もできずに三振、これで流れいくだよね。
流れ行くよこれじゃあ。さあ抑えろ。二塁セーフ。ランナーを進められてしまいました。ちょっと待って。この佐藤ってさ、どこの佐藤かなって思ってたけど、まあ違うかな。なんかOK、仙台育英にいた佐藤瀬那かなとかちょっと思ってしまって、ちょっと違うかな、どうかな。でもフォークボール、これダメ、3点はダメだこれ。1点なら私も、3点はダメだこれ。ホームランまさか打たれると思わなかったわ。まあでも1点ずつ返していくしかないな。よし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 、1、3塁つけ、1、3塁。うわーダメか。流し打ち、ああダメ、ゲッツーだ。オーケー、助かり。どうするここ、転がせ。よし、セーフになれば1点。よし、オーケー、オッケー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 よ。よし、帰ってこい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 。オッケー、生き返った、生き返ったぞこれで。さあ富田、お前が決めろ。うわー、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。くそー、ここで追いつけなかったのが痛い。頑張れここ。うわー、誰もいねえ、誰もいない。ふう、向こうは絶好調。よし、インフィだ。よし、これでツーアウト、ランナーはフル。よし、行くぞ、抑えろ、ここ抑えろ。よし、オッケー、スリーアウトチェンジ。オッケーオッケー。うわー、もうあっという間に9回まで、ちょっと容赦ねえなこれ。さあ、持ち前のファイトが全面、容赦ねえわ。しかも1年生下位打線。うわー、さあ1人出ろ。うわー、なんとか1人出てくれ、なんとか1人出てくれ、任せだ、頼む。うわー、負けた、試合終了。先行チーム、くっそー、見事な完投勝利です。残念ながら2回戦で敗れました。まあでもやっぱ7回でしたか、あそこに1点差に詰め寄ってのツーアウトランナー2、3塁、あそこでの富田ですよね。あそこで少なくとも同点追いつけなかったっていうのがもうやっぱしょうがない。富田一番いい選手なんでね、それで追いつけなかったらもうしょうがないって感じですけど、勝ちたかったーこの試合だから、まあ結果的にだからあそこね、ホームランじゃなくて1点上げてでもね、アウトカウント増やすみたいな野球ができてたら勝ってたかもしれないね。それが大事なんだけど、だからあの場面無理して佐藤に投げさせるんじゃなくて菅原にスイッチもありだったかな、という気はします。まあでもまだね、あの選抜の出場っていうのがなくなったわけじゃないから、可能性としてはまだわずかだけど残されてるんでね、そのわずかな
可能性にちょっとかけましょう。まあここまでこうね公式戦できたっていうのもまた良かったなと前向きに捉えてやっていくしかないですよね。また鍛えていこう。はい、味覚なんか覚えさせたいな。はい、もういいんじゃない、急速アップで。うん、急速アップでいいんじゃない。制球、スタミナ、ミート、パワー、うん、やっぱ試合やればね能力の伸びが違う。うん、違うね。パワー、走力、パワー、走力、補給、守備。ちょっとね、こいつショートだから C まで持っていきたい。ちょっとバッティングこいつあと無視します。はい、肩 D、 守備 C、 補給 C は 最悪持っていきたい。よければ肩 C、 守備 C、 補給 C まで持っていく。パワー、肩、うーん、まあ肩だね。走力、うん、 OK。まあそんな感じでしょうか。まあ楽しみっちゃ楽しみではあります。富田がなんかすごくいい具合に育ってきてるんで、うん、楽しみ。はい、ちょっと12月まで行こうか。12月の練習設定したら終わります。いや、やるよ。はい、菅原に変えるべきだったかな。ちょっとやっぱいろいろ考えますね。はい、分岐寄りますね。分岐、もう結構上がるな結構上がるね。よし、ならず者寄ってもいいけど、まあいいや。はい、あ、特訓見えてる。これちょっと楽しみ。よーし、あーでもグラウンドレベルどんどん下がってきてんね。これまた土補給、補給しとかないとダメだね。土、白土、1、2、3、4、5、5でいける。できれば2、3でいきたいな。2、3、3がない。うん、じゃあ5でいこう。はい。はい。急速アップ。150後半ぐらい、160キロ近くまで伸びてほしいな、この夏までに。制球、スタミナ、パワー、走力は OK、 走力は OK ね。まあこいつは1年生だからじっくり育てていくとして、まあ補給からいくか。補給、パワーがまだか。走力、パワー、走力、守備、守備、走力、肩、ミートパワーだな、ミートパワー、走力、こいつはね、補給、
かな。いや待て、先にパワーを E まで、いやダメだな、ダメだ、補給だ。うん、補給だな。いや待て待て待て、先にパワー E まであげようこいつ。うん、まあこんな感じでいいんじゃない。よし、あと特訓か。OK。 さあ、あと急速安定左打者、うーん、どれもちょっといまいち。キレ OK。 よし、というわけで今回ここまでにしておきたいと思います。1月下旬にね、選抜の出場かどうか否かっていうのが分かるんで、すごく楽しみ。次の動画でね分かるんでね、はい、楽しみにしていきたいと思います。それじゃあ今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。